久保さん今回 FX で400万稼いだ男にしましょうかはいまああの広島にもねえー、中村先生だたと思うんですけど昔ねなんかあの中村さんインスタちょっとやってるんですけどストーリー投稿で昨日だったかなあの今月400万ぐらいでしたみたいな上げてましたねでなんでこの話題になったかっていうと 久保さんのなんか FX 講座が1月よかったじゃよかったらしいじゃないですか。なんか久保さんのまた違う動画が回ってね。でまあ何が言いたいのかっていうとその久保さんのその動画でも言ってたんですけどやっぱね積み上げですね。積み上げ。積み上げ 中村さんともね結構音声対談したんですけどみんな一緒ですねうんだから中村さんも最初 FX24 時間はちょっと持ってますけどずっと相場見てずっとなんか、まあ、あの目が痛くなるぐらいというかな,なんですかね、まあ、とりあえずかじりついてたって言ってもずっとね初動はねうんだからその FX で勝てない人って まず用語すら知らないとかねか基本知らないんですよねで基本を徹底的にその染み付かせるというかまあ何でも一緒なんですよねうんまあ基本が大事であり基本が全てといっても過言ではないかなと思いますねうんまあ僕もそのだってネットビジネスも十何年前習ったこと いまだにやってて、いまだに稼げるんですよ。集客、教育、販売ですね。集客、教育、販売。この3つしかないっていう。それをひたすらやってますね。集客、教育、販売。ひたすらですね。ひたすらです。うん。うほんと、それしかないですもん。あと、こんなのも習いましたけどね。売り上げを簡単に2倍にする方法。 2倍以上にする方法。えー、客数を1.25、あ0.25だったかな。数式出てるんですけど、まあ、なんか、売り上げ2倍。えー、っと、あ1.3ですね。 客数を1.3客単を1.3リピート回数を1.3、えー、つまり0.3ちょっとずつ上げるだけで売り上げが2.19になるっていう、うん、難しいっすから0.3上げるって1.3うんそうだから一つ一つの精度をちょっとでも高めたら2倍になっちゃうっていうね もう十何年前に習ったことなんですけどひたすらやってますね <laughs> ただ客数は、ね、僕は客単は、うん、めっちゃふまあ客数は、まあ、1.3倍ぐらいですね <laughs>、うん、無料集客なんで客数は1.3ぐらいかなってんですけど客単とリピート回数が1.3以上ですね僕はうん だから単純に客数が増えればもっとすげえ上がりますね。客単とリピート回数僕多いんで。まあでも、も飯食えてるんでいいかなっていうところですけど、うん。そんな難しくないんですよね。難しいですかね。1.3倍上げるって。うん、だからなんかみんななんか、 難しく捉えてるんですけどまあ実はそんなに難しくないよとだから難しいことがあるとするならば結局徹底的にやってない徹底的にその基本というか忠実にそれを徹底的に染み込ませてないっていうのがあ,あるんじゃないかなと思いますねてかそれだけじゃないですかね徹底的に基本を染み込ませてるのか染み込ませてないのかっていうのがもうほぼ全てだと思いますねう 基本身について基本を徹底的にできて1.3倍上がらないっていうことは僕ないと思うんですよ。うん。そ,うその高度なテクニックがなくてもね。うん。うまあちりつもですね結局は。いってらっしゃい。